都県上益城郡の甲佐町に来てます。で甲佐町ではニラが有名で、なんと今来てるのが高田精肉店さんに来ております。その高田精肉さんで買ったニラメンコというコロッケ、ニラを使ったコロッケを今からいただいてみたいと思います。いただきます。でね、これ付属のちゃんとニラメンコのタレっていうのもあって、なんかね、多分酢醤油になってるみたいで、酢醤油って珍しいですよね。なんか大体タレとかソースとかつける感じなので、ちょっといただいてみます。ニラのね、風味がすっごい匂いすごい。いただきます。ごめんなさい、食べかけなんですけども、あのね、コロッケっていうよりメンチカツだね、これ。ニラメンコって多分麺ってメンチカツのことですよね、これ。めちゃくちゃ美味しい。あのね、ニラの風味がね、すごい。もう食べた瞬間にニラ、ふわーって鼻からふんふんってニラが抜けてきて。でね、ひき肉がね、なんかね、あっさりしてる。案外、なんか脂っこいかなと思ったら、めちゃくちゃあっさり。で、もう外もサックサク。めっちゃ美味しい。でジューシー、ジュッて旨味が美味しいです。高田精肉店さん、美味しかったです。こちらご紹介していただきました。そういうのが交差は多いんですかね。なんか増えました、だいぶ。あ、はい、まあ、よかとこだから綺麗なところでね、カフェを開くと、ね、静かなんで落ち着きますよね。いいですね、めっちゃ落ち着きました。本当に、もしよかったら寄られてみてください。ありがとうございます。先ほどランドキさんという交差にあるカフェに行ってきたんですけれども、そのランドキさんがここいいところあるよって言ってカフェをもう一軒教えていただきました。そのカフェがすごく良さそうなカフェで、山帽子さんというカフェです。明治の家を再生とここに書いてあるんですけど、めちゃくちゃ楽しみ。どんな感じになるんでしょうか。それでは中に入りたいと思います。再生されたって書いてあったんですけど、その面影はこっちかな。あ、予約席すごい。これ全体がカフェなんですかね。なんか雑貨も売ってるとか聞いたんですけど、どこなんだろう。あっちかな、あれなのかな。でもちょっとここいろいろ探検できちゃう。昔ながらラジンストーブだって、これ。え、これ本物？本物だね。すごい。これ飾られてるものだね。素晴らしい、ちゃんと飾る席もあって。明治時代に農家の家として建てられたところだそうです。今、ボーイスさんは。え、ちょっと待って、びっくりした。看板系。看板系だ。小麦だって、小麦、看板犬なのか。看板犬の小麦ちゃんです。お座りは？あ、偉い、偉い、小麦偉いね、小麦偉い。熊本よかとこ教えるもん。取材 OK いただきました。小麦ちゃんのおかげです。小麦ちゃん、見てる。ちゃんと見てくれてる。ほら、ちゃんとするんだぞ。
ピアスまで、うん、これかわいい、これ太鼓、化石で出なかったのにね、琥珀、化石、化石で出なかったからここにある。山帽子の地さんに行ってまいりました。すごく古風な素敵なお店でした。今度はね、ぜひカフェの方も入ってみたいなと思います。皆さんもぜひチェックしてみてね。さあ、またまたこれね、面白いんですけど、私のお母さん情報、お母さん情報、森地区さんというね、かき氷屋さんに来ました。すぐ近く、本当に。こうやってバインダーが置いてあって、メニュー表がここに書いてあるので、ここで何個と書いて注文するみたいです。今から注文してみたいと思います。一番人気です、きなこミルクシェ、ちゃんと白玉まで乗ってます。美味しそう。私きなこ大好きだから、黒蜜もかかってます。でも氷に味がもともとついてるので、だから言えば台湾のね、かき氷みたいな。食べてみたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。まろやか。でも後味めっちゃすっきりね。きな粉の風味が、なんかカラメルみたい、カラメルソースみたい。美味しい。なんか和も洋も感じるような気がするんだけど、私だけかしら。白玉食べてもなかったけど、もっちり、もちもち、弾力すごい。これは食べてみてほしい。広い空。